そっちの方が出てましたよね。まあね、最近テレビ見てるとね、あのキャラの濃い人が活躍してるなっていうのは思うんですけどね。キャラの濃い人、例えばあの栗原るい君とか、あネガティブキャラなわけでしょ、うんうん、で、あのあと坂上忍さんとか、坂上忍さんね、あ、まあ、潔癖症キャラみたいな感じでね、はいはいはい、ですね、異常だけどね、あれね、ブスだブスだってうっせんだよなどうなんだろうね、そうよね、もうだからね、やっぱこれからテレビで活躍していくには、うん、キャラを作らなきゃいけないと思うんだよね、いやもう、うん、十分でしょ、江野さんはね、キャラおめえだよそんなのパッと見れば分かるだろ私にキャラがあるのは誰が見たって分かんないものすごい攻めたよ、顔小錦で頭スチームで3サイズが100、100、100だもん見た目だけでお前キャラ渋滞してんだよ全然進ませんみたいになってんのすいてるねー、やめなさいよ、首都高すいてますよ、道じゃないんだからスルスル通れますよ、そんなことないと思う、いやだからこんちゃんキャラ作った方がいいって思うの私は、いやでもさ、キャラ作れって言われて作れるもんじゃないじゃん、それこんなそんな簡単なことじゃないじゃん、だからいろいろやってみたらいいじゃんね、いろいろやってみるってどういうこと、例えばなんだろうね、ブリッコキャラとかさ、最近いないよね、女芸人とかね、全然ブリッコキャラいないけど、できる、そういうとこついてった方がいいと思うんだよね、できるかな、ちょっと、ちょっとやってみてよ、ブリッコもう、怒っちゃうぞ、うん、うん、どうも、はじめまして、キュミコです、キャラお願いしますみたいですね。金子だと信じないやつがあります。
ないところに。いやだから K-POP なんてさ、うん、もうほとんど全身サイボーグだよね、うん、いやあるはずよっておばちゃんいいじゃんね本当いいけどさ、ちょっと急にテンションね、ギアがすぐって入ったからお客様ちょっとびっくりしちゃってさ、他のキャラとかいいんじゃないの。なんかさ、うん、腹立つのは毒も、うん、毒も毒もって腹立つよね。プロなのあれは、なんなの、え、プロなの素人なの、うん、毒も、いや、どの登り詰めてんだよって思わない、うん、いいけどさ、ちょっと別に頑張ってると思うし、どこも。頑張ってる、うん、だってそう、すごいテレビとか出てね、大人気じゃないかね。それが一番上がるだと思う。ほんとフォローしたと思ったらね。いやだってさ、どこもなのにさ、なんでテレビ出すだけ出てればいいじゃんね、うん、あの特にあの、なんだっけ、名前が出てこない、小姫だったあの、マスワーワーワーすぐやめよう。なんでこれも日程のままで全部崩れるから。ちょっとですよ、ね。本当申し訳なかった。私はね、キャラ作ろうとか言ったからね。ちょっと待って。え、何カップルで見てきてんの、うん、え、何カップルで見に来てんの。いいじゃん。別にお客さんが。いいじゃん。ちょっと、なんか男の人ってさ、装飾系男子みたいな。いいじゃん、装飾系男子。私、装飾系男子一番嫌いなんだよ。いや、だってさ、装飾系男子ってさ、勇気がなくてね。女の子がいきなりさ、クソ野郎じゃねえかよって言ってたの。こんちゃんおかしくなっちゃったよ。だけや。ついて。今日ね、ほら、ニッチェレっていうさ、うちは持ってきてくれてる子供とかさ、お子様たくさんいるからさ、そういうのやめとこうかね。ね、あんたが好きなニッチェ、こういうことです。こういうことじゃないよ。違うよ。ニッチェこういう面もありますよ。家族みんなで安心して見てもらえるようなことがやりたいんだよ。このキャラでやっていこう。勘弁してください。ありがとう。